今日は秋の食材を使って美人になれる簡単おうちご飯を3品作っていこうと思う。それではスタート。今回は食べるの大好き、フラとヨガを愛してやまないイマージュ本店浜野がご飯作りを担当。美味しいご飯を作ってくれるはず。ぜひ楽しみにしてほしい。1品目はかぼちゃとキノコのキッシュ。2品目、この時期しか食べれないそうめんかぼちゃのサラダ。3品目は落花生とほうれん草のごま和え。これを作っていく。まずは落花生の下ごしらえ。今日は生の落花生を使っていく。包丁で切ってもとっても硬いので40分ほど殻ごと塩茹でしていく。次にそうめんかぼちゃを輪切りにしていく。とっても硬いので手を切らないように気をつけてほしい。かぼちゃなのに低カロリー、そして葉酸とビタミン C がたっぷり入った優れもの。シャキシャキした食感がとても楽しい食材だ。中身はこんな感じ。スプーンで種を取り除いていく。種を取り除いたそうめんかぼちゃを20分ほど茹でていく。これぐらいの柔らかさになったら鍋から上げていく。次に手で皮を剥いていく。皮を剥き終わったかぼちゃはなんとこんな感じで本当にそうめんのようになる。しっかり水気を切って、きゅうり、ツナとオリジナルのドレッシングで和えていく。ドレッシングは醤油、ごま油、マヨネーズ。量はお好みで。これで完成。葉酸とビタミン C たっぷりシャキシャキサラダの出来上がり。そうめんかぼちゃはそのまま水気を切ってわさび醤油で食べても美味しい。次に落花生。塩茹でした落花生を一つ一つ殻を剥いていく。落花生の旬は今。旬の生落花生は塩茹でするのが絶品。ホクホクして本当に美味しいからぜひ試してほしい。ほうれん草、落花生、ごま、砂糖、めんつゆで和える簡単な一品。落花生に含まれる油分は太りにくい良質な油だから、体も本当に喜ぶ、タンパク質もりもりごま和えの完成。簡単なのに栄養満点の美人食だ。最後はキッシュ。かぼちゃと好きなキノコ、ベーコン、卵、マヨネーズ、固形スープの素、粉チーズ、塩コショウ、この材料で作っていく。まずは卵を溶いていく。卵といえば完全栄養食とも呼ばれるほど、私たちの体にとって必要不可欠な成分がバランスよく含まれているので、1日1個は必ず食べたい食材だ。ここにマヨネーズを入れていく。次に粉チーズ。これで卵液の完成だ。ベーコンを焼いて、その上にかぼちゃを並べていく。かぼちゃはレンジで少し温めておくと火が通りやすく便利だ。かぼちゃには美容に欠かせないビタミン A、C、E が非常に多く含まれており、美人食には取り入れたい食材の一つだ。そこに秋の味覚、キノコを入れていく。
ここに固形スープの素を砕いて入れて、先ほどの卵液を流し入れる。塩コショウを振り、蓋をして少し待つ。こんな感じになっていたら、あとはお皿にひっくり返して盛り付ける。完全栄養食、浜のキッシュの出来上がりだ。ホクホクしたかぼちゃとベーコンのしょっぱさがマッチした美味しい一品。ハロウィンにぜひ作ってほしい。皆さんいかがでしたでしょうか。ぜひこれを参考にお家で美人食作りに挑戦してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、グッドボタン、フォローよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。